メハディ・ミルダブディ、イラン。イランから初の K1 参戦、身長2メートル、体重145キロを超えるボクシング出身のブルファイター。剛腕を武器に K1 初白星を狙う。フフフ。ムラド・ボージディ、オランダ。ピーター・アーツ率いるチームアーツから初参戦のボージディ。体格は小柄ながらも、オランダコンビネーションや足技のテクニックを武器とする。育て上げたアーツの期待も高く、格闘王国オランダの新たなる新星がトーナメント制覇を目指す。あのチームアーツ、ピーターアーツが自信を持ってこのグランプリに送り込んだ21歳の若き新星です。さあ試合開始のゴングが鳴り響きました。トーナメント準々決勝の一戦、飛びを詰めていくのはミルダブディ。膝を返していきましたボージディ。パワーすごいですね。まず圧力をかけていったのがイラン人初めての K1 ファイター。飛び込んでいく左はボージディです。しかし圧力をかけ続けるミルダブディ。いやこのパワーが果たしてどういう形で炸裂するのか大変ですよ。後半どこまでのスタミナがいくか。右のハイキック、右のハイ、フラット北が効いていない。フラット北が攻め続けます。ミルダブディ顎の辺りかすめたかに思いましたが、離れたらやっぱりね村戸選手の、ね、技術が光りますよね、はい、距離の戦いになりますか。ガードを上げている前蹴り、右ストレート、右ストレート、距離を詰めていく。あれだけ力を逃したでしょうか。一進一退の攻防です。第1ラウンド、共に K-1 デビュー戦。アラブの怪力大魔人ミルダブディとチームアーツの新星ボージディの一戦は第2ラウンドに入りました。画面の左、ステップを踏んで左のハイを出していきます。前蹴りで距離を詰めていこうというミルダブディです。膝を出していきます。10歳の時にムエタイをスタート、13歳の時にはプロデビューをしていたというムラッド・ボージディ。ただ一発がありますミルダブディ。16歳でイランの国内チャンピオンになります。おっとここは小刻みなステップ、余裕が出てきて、しかしそれに触発されたようにミルダブディも右。ちょっと独特な雰囲気になってきました。フットワークいいですよね。ファイナルラウンド、さあ第3ラウンドを迎えました。準々決勝です。余裕の構えは赤コーナーチームアーツ、ローキックを放ちます。さあ残り時間がなくなっていく準々決勝第3ラウンド。宮城選手ガンガン行かないとダメですね。そうですね、谷川さん、はい、まあ、この右のハイでも倒れませんでしたけれども、でも村戸選手は本当にいいね、多彩な技を持った選手ですね、はい、まあ、この膝をフェイントにしてというね、もう一つね、はい、浅かったですけども、膝をフェイントにしての右のジャンピングパンチ、ストレート伸ばしていきました。このアッパーもねうまく狙ってるんですけどね、はい、一方のミルダブディは今ようやく青コーナーポストを離れてレフリーに呼ばれています。これから判定です。文句なしの判定勝利は3対0。 K-1 デビュー戦同士の戦いです。勝ったのはムラッド・ボージディ。アラブの怪力大魔人を下し準々決勝を突破しています。体格差があった反面、スタミナ不足で失速したミルダブディ。
一方ボージディは初挑戦で挙げた嬉しい白星をアーツに報告する。Everything went okay, just like planned. It was a little bit heavier, 177. So that's a little bit different, but rest same game. Tactic went okay, everything. Up to the next fight. Do you have any injury? No, nothing.